よ。テイワット記念館。原神にある写真機能を使って面白スクショだったり、うん、ここは絶景というポイントでの写真だったりベストショットを投稿してもらうコーナーです。ー僕たち2人が判定してテイワット記念館に掲載するか決めていきます。わ、重要ですね。ではではご紹介します。この写真はモンド城にある心臓に座って撮った1枚です。高いところから景色を眺めるのってすごく気持ちよさそうですよね、うん、という、うわー、このあーいいですね、ここ。へえ、座れるんですかこれ。そうなんですよ、座れるんですよ。すごい。ただこれ座らせるの地味に難しくて。でもそれ落ちちゃいそうですね。落ちる時もあるんですよね。わー、はい、いいですねこれ。いいですね、うん、こういう写真がいっぱい来るんですね今後。なるほどなるほど、うんうんうん、さあじゃあこの写真テイワット記念館掲載しますか、どうしますか。これはでも掲載します。お、うん、おめでとう。やっぱなんかモンドといえばっていうこのね、確かに確かに、うん、観光スポットみたいなところですからじゃあ続いてです、うん、はい。この写真はリーユエにある雲の上にある場所から撮った日の出の写真です。原神は風景の描写も本当に綺麗ということでこちらの写真ですね。確かに美しい。すげえ、もう雲海が広がったこの景色、日の出っていうのもまたいいですね。なんかすごい写真みたい。確かになんかそう飛び込みて翼でいいな。いや、いいっすよね、原神こういう高いところから飛び降りるのも楽しいんですよね普通に聞いてたら恐ろしい会話です。原神ならできちゃう。原神ならできちゃう、うん、じゃあこの写真どうしますか。これもでも掲載しましょうか。じゃあ増えていく増えていく。基本やっぱでも綺麗な風景の写真は掲載していきたいです ね、 そうですね、積極的にね。美しいところはしっかりと、うんうんうん、モンド城の裏側にお墓があるのはご存知でしょうか。そこでこんな心霊写真が撮れてしまいました。原神は幽霊も可愛いんですねというか風太郎ちゃんは大気モーションも可愛い。これ同じ人ですよねこれ同じ人ですよねきっと。結局可愛いですね、撮られてるっていういやでもこれ面白い、こういうこともできちゃうんですね。幽霊確かに可愛いですね。可愛い、全然可愛い。この表情もまたいいの撮れましたね、うん、全然悪くなさそうちゃんと成仏しそうさあこちらどうします。むずいな、これ人じゃないの来たなですね。どう、かわいい、あ、モーション可愛い、お化けっぽいモーションしてる、うん、もう風太郎ちゃんが可愛いから掲載しましょう可愛いが勝利。可愛いわかっ歌映ってないけ ど、 ってないけど、にじみ出る可愛さが、ね、うん、ありますから、はい、ということで今回は終了ですけれども、はい、まあ、こんな感じでですね、旅人の皆さんが撮影したテイワットの写真を送ってきてください。多分僕、うん、ハードル低いからすぐ掲載したと思いますけれども何でも OK だよ。逆に掲載したくなくなるような写真どんなのが来るのか、確かに、ね、それもそれで楽しみですけどね、うん、よろしくお願いします、はい、ということで以上テイワット記念館のコーナーでした。